ベビースターラーメンを使って花輪くんの髪型を作ってみようっていう企画です。知ってますか？知らないです、聞いたことないですよ。ベビースターラーメンを遠近法で髪型を作る、髪こうやるってこと？そういうこと。今回はこちらを使います。多分いいのを選んだ方がいいと思う。こういうのじゃダメってことですね。これがこうしちゃった。これですね、こんな感じですね。素晴らしい。これはどうやって貼り付けるんですか？おー、目もそれでスタッフが落としましたよ。これは後で私がいただきますからね。はい、これで次やってみたいと思います。次は失敗が許されませんよ。もっと目をつけたいですよね。花輪くんの作りますか、ね、目作りましょうか。目ができました。目ができました。目に見えます？見える見える。花輪くんちょっと垂れ目です。こんな感じか。じゃあこのまま貼りますよ。どうなってる？どっちがカメラかちょっと動いたら分からなくなっちゃう。目の位置とかおかしくないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？あ、これいい感じじゃないですか。何が行われてるか私には全く分かってないんですけど。今ね、すごいいい感じです。うん、素晴らしい。花輪くんになってる。あ、なってる。セリフないんですか？なんかありましたっけ？アヨハニーたちみたいな。そんなこと言ってましたっけ、小学生は。あ、どうしたんだいセニョール、やめてくれたまえベイビー。どうしたんだいセニョール、やめてくれたまえベイビー。笑ってちゃんと。ちゃんと笑って。出ましたね、ちゃんと。できた？はい。私全く見えてないから。撮って大丈夫です。後で動画見ないと。